はい、どうも。あれ？今日は2019年の3月の24日、日曜日朝の8時1分です。どうも。よいしょ。ご飯食って寝まーす。みんなおはよう。おはよう。ニーニーおはよう。今日休み？今日休み？んどうしたの？どうしたの？ご飯あるでしょ？出たいの？今日寒いね。どうしたの？泣くんじゃないの？多分泣くよ。予言しておくわ。絶対泣くと思う。いや、なに、子供は一人だっけ？初めての卒業式？初めてじゃなかったら泣かないか。初めては泣くよな。おはよう。ああ、絶対泣く。間違いなく明日泣くよ。みーすけおはよう。今日休み？みーすけ。いや、もうね、多分ね、玄関入った瞬間からうるっとくると思うよ。もうね、無理だよ。お昼に仕事だ。そっかそっか。でもまあ、まだ時間あるよ。8時、お昼まで。4時間か。まあ、まったりできるね、少し。絶対、息子の、一人息子の卒業式は泣くよな。
まあ俺はね、男だから出産とかわかんねえけど、母さんはね、お腹痛めて可愛くて産んだ子供だからね。まあ俺もね、みんなの子供みたいなもんだけど、俺の卒業式はみんな泣いてくれるかな。もう卒業式ってすごい仕組みだよな。近衛兵さん、おはようございます。おはよう。今日寒いね。桜咲き始めたね。足りねえなこれ、飯買いに行こうかな。これじゃ足りねえな。何と何があるんだっけ。あ、パン1個あるか。何よペッコ。あ、太陽、太陽浴びよう。太陽ペコ、あえよペコ、太陽だ。太陽浴びよう。いやー、卒業式ね。卒業ね。卒業式か。俺の学生時代か。え、小学校、中学校？高校は1年間だけ通ってたんだけど、高校から話そうか。高校は、パソコンの通信、当時珍しかったんだけど、もともと農業高校だったの。パンクだったよ。でも、暴力とかはしなかったけど、ファッションとか、志はパンクだったね。で、高校は半年ぐらい通って、パソコンとかね、ワードとかエクセルとか、で、農業高校で、メインは農業。で、服飾、服の方と、あと何あったっけな。あと工業か。なんか。で、俺は情報技術科っていう新しいことになって、新しい科ができてそこに行って。でも、まあほら、ネットができるとかじゃなくて、なんかワード、エクセルとかぐらいだから、あんま面白くなかったね。で、まあよくある話なんだけど、無免許でバイク乗ってたりとか、友達と遊んでる方が楽しくてさ、やめちゃったんだよね。もう夏休み終わったら通ってなくて、たまに行ったとしても原付で、もう高校生なのに原付でバイクで行ったりとか、そんなふざけた学生だったから。そうだよ。全部繋がってるんだよ。で、中学校は、どんな学生だったっていうかね、人間ってさ、変わらないんだよ。原付は自分で買った原付。アルバイトをずっとしてたから、中3の頃からアルバイトしてたから金はあったの。で、買って、改造して遊んでた。
で、単車はね、無免許で乗ってた単車はね、先輩からもらったやつ。死んじゃったんだけど、子供ができてすぐ死んじゃったんだけど、その人に、なんか、なんで俺のこと可愛がってくれたんだよな、その先輩。単車くれて、ドヤンキーだったんだけど、その人は。島津、俺の単車やるよって。その、中学校一番悪っていうか、そんなに悪じゃないんだけど、なんかドラッグとかやるような。でもまあ、喧嘩一番強い先輩で。死んじゃったよ。で、それも盗まれちゃったんだよね、途中で。車種はね、スーフォアだったね。スーパーフォアって言ったらわかるでしょ、多分、車。まあ、スーファー、エビテールのスーフォアだったね。鬼班のエビテールのスーフォアっていう。うん、まあ、教習所バイクだから乗りやすいよね。速いし。うん。エビテールの、鬼班のスーフォアだった。鬼班は途中で無理だと思って普通にノーマルに変えたけど。で、途中から乗ってたのがね、川崎のね、ゼッペケ R だっけな。ゼッペケ R だっけ ?2 班よかったよ、ゼッペケ R。ゼッペケ R で合ってんのかな、それ今検索してみようかな。そうそう、ゼッペケ R。ゼッペケ R よかったな。車種かぶる。これはね、可愛くてかっこよくて好きだったね。2班だけど。コントロール難しかったけど、レプリカ。これは結構おもちゃで、軽いから怖かったけど、いいおもちゃだったよ。うん。おもちゃだよね。うん、世代一緒なんだ、うん、かっこいいよね、川崎かっこいいな。うん、おー、ちゃんめぐおはよう、今日もかわいいね、チャンメグはいつも可愛いかんな。サムネしか知らんけど。そっか。アイワドツー。ロンロンフレッシュいらっしゃい。だってサムネしか知んないんだもん。いや、サムネが可愛かったら勝ちだから。どうしたの、ペコ。出たいの？ちょっと出せ出せって始まったよ。疲れてんだよおじさん、ペコ。うん、今日はみんな休み？今日休み？ちなみに俺は毎日休み。パソコンって家電屋さんで買った方がいい。あー、いいねえ。バカっぽくていいよ。そんな哲学的だよね。八百屋さんで買わない？八百屋さん、パン屋さんでパソコンくださいっていう手もあるし、肉、お肉屋さんで頼んでみてもいいかもしれないよね。すいませんって、パソコンくださいって。パソコン買うの？そうだな。いいんだよ。いいんだよ。ちゃんめぐが、いいと思った買い方が正解だから。ちゃんめぐが、ここで買おうって言って、買った時が正解だから。そう、ネットで、
安く買うのもいいし、ヤマダ電機でも地元の人でもいいし、なんかうさんくさい、なんかなんだっけ、あの流行ってるアプリの色で選んじゃっていいと思うよ。初めて買うんでしょ。うん。じゃあちゃんめぐにおっかないこと教えてあげようか。えっていう、そのあのちゃんめぐにとんでもなくいい話を教えてあげるよ。これって電話じゃなくてパソコンだからこれスマートフォンって言ってるけど、これ実はパソコンなんだよ、これ。っていうのに後で気がつくから。だから、チャンメグは欲しいと思ったものを買うのが一番いいの。色で買ってもいいし、スタバでどやりたいから、そう、スタバでどやりたいから、MacBook Air 買ってもいいし、なんでもいいんだよ。なんでもいい。正解なんかないのよ。パソコンを買うときは使う目的、用途を選んだ方がいい。もう先輩がアドバイスしてくれてるよ。動画とか画像を可愛くしたいのか。だな。動画とか画像を可愛くするのは一番いい方法を教えてあげる。インスタグラムっていうサイトで、パシャって撮るんだよ。パシャって撮って、インスタグラムのアプリで遊んだり、スノーで遊ぶ。これ本当だから。いや、マジで。そういうことなんだよ、結局。そう。いや、これ本当なんだよ。あのね、これ残酷な話になってくるよ。パソコン買っても可愛くならない。インスタグラムとかスノーで、パシャって撮ってピピピって加工するのが一番可愛いから。残念だけど。世の中そんなもんだよ。これ本当だよね。うん。うん。そう。パソコン買ってね、処理するのを覚えるのはね、多分ね、達成できるのね、多分4年後とかだよ。それを DVD にしたいの。多分なんだけど、チャンメが働いてるでしょ？5年後か6年後かな。いいんだよ。やりたい。いや、だから、キュートなパソコン買って、できなくて、失敗したーって言って、そのパソコンを失敗したーっていうのをパシャって撮って、ダメだこれ、パシャって撮って、それを、ね、このパソコン失敗だった、パシャって撮って自撮りして、で、それをスノーで、加工して、ツイッターにアップロードすればいいんだよ。そういうもんだから。うん。はい、おはよう、ボン。おはよう。DVD できなかったって言えばいいんだよ。うん。そうなんだよね。若い子 Excel とかわかんないんだよね。計算表で合ってるよ。うん。じゃあ、ニンニに今度残念なお知らせなんだけど、今ね、Word と Excel は、Word と Excel と PowerPoint は、Google でタダで使える。いや、もうだからね、世の中悲しいことだらけだから。うん。世の中悲しいことだらけだから。残念でしょ。世の中はね、マリルボーンおはよう。DVD にするのはそんなに難しくないね。写真を DVD に焼くのは、要は、ドライブっていうのを買えばいいから、うん。そんなに難しくないよ。何でもやってみることだよ。楽しんで。好きなものを買って。ただの嫌だから必ず入ってるの買うんだ。そっかそっか。そう。正解なんてないよ。効率考えてもしょうがないし。楽しいのが一番だよ。楽しいのが。いや、もうマジでマジで。なんか、そのプロね、カメラマンになるわけでもないしさ、自分可愛い、自分 DVD に焼いた、で誰かに渡すわけじゃないでしょ。あのね、チャンメグがやりたいことはね、どうなんだろうな。いや、もういいんだよ。15万持ってんなら買っちゃえばいいし、
ぶっちゃけた話、中古のパソコンで3万円でもできるし、できるよ。3万円のパソコンでもできるよ。でも、結局知ることになるんだよ。iPhone で撮って、可愛くできる。だから、あれだよ。そうじゃなくて、iPhone で撮るでしょ？パシャーって。で、スノーで可愛くして、私可愛いってやるでしょ？それを、ヤマダ電機の DVD コーナーに持ってくと、実は、DVD に焼いてくれるの知ってた？そう。だから、実はね、チャンメグがやろうとしてることはね、もうサービスであるんだよ。だからね、多分ね、ヨドバシカメラとかヤマダ電機に、写真を DVD にするサービスがあんの。マジマジ。だけど、なんて言うのかな。まあ、俺はそれが正解だとは思わなくて、チャンメグがいろいろ失敗したり、こう楽しんだり買い物したり、いろんなものと出会うことの方が大事だと思うから、スノーの使い方わかんない。俺もわかんないけど、うん。初期設定から素人は大変。下に置く扇風機。初期設定してあげるよ、全然。やってあげるよ。何でもやってあげるよ。ただ、体で返してもらうけどね。本当に。すごく、いやらしいことを要求される可能性があるし、呼んでもいないのに、あれ誰か外にいるっつったら、青い髪の、薄らハゲが、街灯の下で立ってる可能性あるの。それでもいいの？夜中、うわぁ！なんか知ってるあいつっつって。最近配信やってないと思ったら、何怖いってなるよ。そうなるよ。怖い怖い怖いって。警察呼んでってなってもいいリスクを背負うなら、俺が何でもやってあげるよ。そうそう。入ってるか入ってないか分かんないからね。入ってるか入ってないか分かんないから。キーボードカバーも買ったんだ。いや、結局ね、楽しんでニコニコしたもん勝ちだからね。初期設定なんか今ないよ。そんなの。まあいいんだけどさ。やってあげるよ、なんでも。Amazon でも、なんでもいいんだよ。だからね、楽しかったら勝ちだから。5時間ね。いや、おじさん何でもやってあげるよ。かわいい子の頼みは。かわいい子からババアまで、全部対応してるから。知り合いの人に頼んで5時間くらいなんかインストール。ああ、なんか、多分、小難しいソフト入れたんだろうね。多分、なんだろう。ウイルスソフトとかね。いろいろ入れたんだろうね、多分。閲覧10人のまだ、名古屋は遠いなぁ。名古屋は遠いなぁ、ちょっとな。あ、悪いこと教えてる。あ、そうやってまた、みーすけが、外貨、日本円を、こう、外貨に流れる話してる。そういうのもあるよね。そういうのもあるよね。わかるよ。悪いこと教えてる、悪いこと。さっちゃんおはよう。ペコおはよう。
まあ、好きなもの買ってね、好きに遊ぶのが一番いいんだよ。好きなもの買って楽しいなーつって、うん。でも結局そういう風になるんだよね。今お店があるけど、多分ね、お店って呼ばれてるものは全部展示場に変わるんだよね。多分大きい都市に行って、服とかもなんかでっかい倉庫みたいなのになって、百貨店みたいな、でそこに全部物があって、そこで試着したり肌触りとか確かめて、あとはその場でポチってアマゾンなのか何なのかわかんないけどできるよ。あのね、っていうよりも遠隔ツールがあるのね。遠隔ツール、だからできるよ、やろうと思ったら。多分だけどね、ちんぷんかんぷんで意味がわかんなくなると思うよ。i5 のメモリ8ギガ。ああ、そんなもんか。まあでも、女の子だから可愛いの欲しいんだよ。可愛いのが。だからお店側も苦しいよな、今な。だって高いの分かってて売ってんだもんな。店員が一番よく分かってんの。店員が高く売ってんの一番知ってんだもんな。あ、面白いよな。めちゃくちゃだよ。運が悪いとつうか、まあ彼らも仕事だからノルマがあるんでしょ。なんか売らないとダメだからさ。いや、5時間はかかんないよ。かかんない。かかんないけれども、その、チャンメグがその知識で、レタッチっていうことがやりたいんだよ、多分。レタッチっていうことがやりたくて、要は、綺麗な写真撮るにはカメラが必要で、でカメラの撮影技術を覚えて、レタッチを覚えて、でその DVD に焼く技術を覚えて、で、パソコンのスペックが、あーだよ。今の俺みたいになるよ。やめとけだよ。だから、そんなくだらない5、6年かかる作業をやって、わーってなるぐらいだったら、iPhone でパシャって撮って、スノーで私可愛いって言ってるのが正解の。パソコン打てる？なるほど。いいな。おもちゃだから結局。おもちゃ。いや、5、6年かかるよ。だって。俺、5、6年かかってるもん。5、6年かかるよ。予算と総合して考える。だったら iPhone ってすごいんだって。いや、iPhone って本当にすごいんだよ。ただで優秀なアプリが手に入るからね。デスクトップの画面を好きなのにしたりいいし、ニンニはマイメロ好きだから。なんでマイメロ好きなんだろうね。なんかニンニマイメロ好きだよね。可愛いの？マイメロが。なんかマイメロ好きな人、好きだよね、ニンニね。なんかキティちゃん、好きとかマイメロ好きとか、あれわかんないんだよな。そう、ニンニマイメロ好きなんだよ。何なんだろうね。あ、女の子なんだろうね、多分ね、いくつになっても。ああ、バイオいいんじゃない？ミースケは若干男キスでしょ。ミースケは。男っぽい感じだよね。あれ、ミースケだっけ？こじこじのことを教えてくれたの。ミースケだったっけ？今日ね、こじこじ買おうと思ってね、一巻手伸ばしたんだけど、新装パッケージ版買おうと思って、昔のデザインのこじこじだったから本屋さんにあったのが買わなかったんだよね。でもちょっと俺はこじこじ、さくらももこちょっとこじこじ読みたいなと思って。こじこじみーすけだっけ教えてくれたの。あれ近かったかな。違う、みーすけじゃない？
だよね。LINE で送ってくれたよね。で、コジコジがね、結構熱いっていう話はね、コジコジは、とんでもなく深いっていうのが、ちょっと、ある情報網からやっぱ出回ってんの。俺らの、その、スーパーエージェントグループで。で、あ、コジコジ買わねえとなっていうのがどっかであったんだけどね。なんか、新装版のコジコジがいいんだよ。みつけコジコジ好きなの？あれやばいらしいよね。キャラクター見たことあるけど、アニメ見た、あれはね、あれ嘘だよ。あのね、コジコジはね、なんか話によると、可愛いキャラクターを装ったね、哲学書みたいな内容なんだよ、あれ。哲学書とも違うんだよな、あれ。いや、コジコジはね、ちゃんと4巻しかないから、ちょっと全巻買おうと思って。あれ、哲学書だよね、桜桃子のね。あれ、フェイクだよね、可愛いキャラクター。アニメ版でもちょっとその片鱗はあったじゃん。なんか、急に哲学的なこと言ったりとか、急になんか、ニルバーナの、そう、可愛いやつじゃないんだよね。で、それがどっかに引っかかっててね。コジコジ行くよ。そろそろ。コジコジって名前がいいよね。4巻だよ、4巻。ね、あれ読みたいよね。あの、さくらももこの家族が悲惨な運命になってるのみんな知ってる？さくらももこ、あの、ちびまる子ちゃんの家族、あれ全員とんでもないことになってんだよ。なんだっけ？失踪したり、なんか、借金背負ったり、もう家族バラバラなんだよね。なんかお姉ちゃん、どうなったんだっけな？なんかすごいんだよ、とにかく。とにかくすごいよ。あの、さくらももこの、ちびまる子ちゃんの家族のその後のリアル。あれは一回ね、家系図見た方がいいよ。笑うから。なんだこのカルマはっていう。でもなんか、いいよね。さくらももこいいよね。さくらももこのエッセイが家にあってよく読んだな。面白かったな。さくらももこはね、漫画じゃなくてエッセイを何冊読んだろう。4冊、5冊くらい読んだかな。あれはひどいよね。あれはひどい、あの家族は。コジコジはね、俺が子供の頃ね、アニメ、ちびまる子ちゃんみたいな子供向けのアニメだったから、アニメを見てる人、アニメでやってたの知ってるっていう人多いのよ。で、なんかドラえもんとかさ、あの、そっち系でしょって思うじゃん、見た目。いや、違うの。ちびまる子ちゃんでしょって思うでしょ。全然違うから。コジコジ超凶悪だから。なんかね、ニルバーナ、ニルバーナだ。友蔵がどうなったんだっけな。友蔵が借金こさえたんだっけ。友蔵本当にクズなんだよね、確か。ハートありがとう。そう、友蔵すげえ悪いやつなんだよね。え、蒸発、借金して蒸発して死んだんだっけな。こじこじは、でも、なんか、その、小難しい話じゃなくて、なんだろう。子供目線っていうのかな？子供の言葉とか夢の世界の言葉なんだけど、だから難しい言葉使わないんだけど、こう、ナイフで胸をえぐるような格言を言ったりすんの。孫にもセクハラとかだっけ？なんだっけ？ちょっと、今度、やりたいね、それね。特集組みたいね。いや、友蔵やばいやつですよ。友蔵は。えぐいよね。なんかとにかくえぐいよね。うわ、シャレになんねえじゃんっていうレベルだよ。でもまあ、だから、ああいう家族だから、ああいう作品が生まれたっていうかさ、ああいう、こうみんなを感動させる何かを作れたんだろうな、多分。感動とは違うよな、なんかちびまる子ちゃんって。なんかドライっていうのかな。
こう冷めてるんだよね。マルコもコズコズも何もかも、なんかこう冷めてる。おはようエデン、バカありがとう。だからそこが、だからなんかさくらももこの理想像っていうか、そこがやっぱなんかこう、なんだろう、さくらももこたるゆえんというかさ、その私の過去の話みんな聞いてね、素敵でしょ、面白いでしょって言ってるけど、実はそれはさくらももこの妄想だったっていうのが最高にえぐいっていうか、なんかかっこいいっていうか、そうあるべきだよねっていう、そのなんていうの、みんなに夢を見せてくれたっていうかさ。でも普通にそういうマルコちゃんみたいな家庭だったら漫画家になってないはずなんだもんね、うん、みんな聞いてよって言わないんだよ。だからさくらももこの嘘なんだよね、あれ。そこがね、なんかね、いいんだよ。さくらももこがあのみんなに私の家族素敵でしょっていう大嘘を、大嘘がちびまる子ちゃんっていう、うん、でも中には本当のこともあるのもやっぱり見えてくるしさ、これは本当なんだよっていうか、そのなんつーの、全部嘘じゃないよっていうのもいっぱい含まれてて、なんかそこがなんかグラデーションになってるからいいっていうか、子供でも大人でも見れるところまでこう解像度を落としてくれてるっていうか、うん、モザイクかけてくれてんだよね、うん、あれは才能だよな、才能、うん、でもなんかこうチャンメグがいいパソコンと出会っていい遊びを覚えたら面白いね。ニンニは今日、明日か、明日息子の卒業式で泣いて、えぐえぐ泣いて、昼間にはミースケは職場に行って、チャンメグはパソコン何買おうかなーって、うん、いいんだよ。欲しいものを買うのに理由なんていらない。欲しいものが高いとか安いとか、どこで買うとか、じゃないんだよ。多分、そういうことじゃなくてね、チャンメグ自身がね、ワクワクしたりドキドキしたりする方法で何かを手に入れればいいんだよ。それで失敗しても面白いし、うまくいっても面白いし、なるようになる。なるようになる。チャンメグはね、チャンメグなりの正解を出し続けるから大丈夫だよ。うん。失敗なんかないんだって、そもそも。失敗なんてそもそもないの。うん、大丈夫。大丈夫だよ。欲しいものを買えばいい。拾いたいものを拾えばいい。作りたいものを作ればいい。楽しくなかったらやめるだけだから。あさかさしないの、ペコ出たいの、ペコそんな出たいの、ちょっとだけだよペコ、俺寝るから、おじさん疲れてるから。あー喜んだったよ、はいよペコ。出ねえのかよ、出ないの、さかも嘘でしょ、もうわかんない、もう何よ、どっち出たいと、ご飯はあるよね、だって昨日変えたよ俺、ご飯あるじゃん、何よどうしたの、何ガサ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 、ご飯あるでしょ、何よ
さっき色って言ってたけど、何かを気に入って買ったものは多少不満が出てきた前だ。そう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 。いや、だからさ、なんでもいいんだよ。だってさ、なんだろう、子供の頃買った宝物残ってる？残ってねえから。10年前の宝物とか20年前の宝物残ってないでしょ。そんなもんなんだって。そんなもんだよ。あんなにキラキラしてたのに。でしょ？どうせガラクタになるだけなんだから全部。高いもの買いすぎると抱きかかえ商品にされたり失敗するんだよな。でもスマホって結構優秀なパソコンだぜ。なんかカメラがついてて、超綺麗なレティーナディスプレイのモニターがついてて、キーボードなしで指とか声で勝手に入力してくれて、アプリは無料で落ちてて、こんなになんか15万でパソコン買ってレタッチで DVD かとかじゃなくて、レティーナディスプレイ、モニターはね、抜群に良くて、キーボードいらなくて、アプリは無料でって、なんでスマホ使わねえんだって話になってくるでしょ。おそらく多分スマホで写真撮るのが一番綺麗だと思うけど、その15万とかでどうにかするなら。いらない。いら、結論から言うと、大丈夫。ちゃんめぐは、大丈夫。俺が可愛いねって言ってあげるから。ちゃんめぐ可愛いよって、俺が毎日言ってあげるから、そしたらただでしょ。ちゃんめぐ大丈夫だよって、ちゃんめぐ可愛いよって言ってあげるから。iPhone XMAX 約16万。あ、そっか、そうか、そうなってるわけか。いや、だからね、だから結局いいもん買おうとしたら高いんだよ。で、ダメなもんは安いんだよ。いいものは高い、ダメなものは安い、以上。好きにしろっていう。で、チャンメグが本当に欲しいのは、多分ね、パソコンでも写真でもないんだよ。可愛いねって言われたいだけだから。そう。俺が言ってあげる。チャンメグ可愛いよって。大丈夫だよって。ちなみに写真は動画で何で撮るの？チャンメグさん。いいんだよ。可愛いんだからいいんだよ。いや、結論そうでしょ？だって俺が配信やってるさ、理由もさ、映画撮りたいとかシルバーとかなんだかんだ言って、和道さん素敵だから。和道さん天才。和道さん素敵。和道さんかっこいい。和道さん抱いて。ただそれだけだから。そういうくだらない欲望に駆動されて、ああだこうだ理由をつけてるだけだから。極端な話、何もいらなくなるんだよ。なんだ、何もいらないじゃんって。いらなかったんだって。でも、まあ、それじゃ社会は回らないから、いろいろ理由をつけて、いろいろ経済回していかないとね、一応ね。本当は何もいらない。そう、いや、最後は大抵っつうか、まあ、なんだろうな。最後は違う。最後は何もいらないんだけど、だから、人間死ぬでしょ。最終的に。あれはね、結局ね、あ、もう飽きたわって。自分飽きたから自分やめたってことなんだよ。そんで100年も200年もやってたらもう自分も飽きるって。自分っていうスペック、なんつうの？自分っていうものをゴミっていうか地球に返すんだよ。わかるかな？だから欲望があるうちは、
欲望に従えばいいんだよ。可愛いパソコン欲しいとか DVD 作りたいってワクワクしてるわけだから。おじいちゃんおばあちゃんになってくると何もいらなくなるんだよ。あの漬物さえあればいいとかさ、美味しい漬物とご飯と味噌汁があれば良くなってくるわけでしょ。うん、今携帯で撮ってるんだけど、こないだのハンディのやつ借りてきたら SD がでかくて携帯に入らないからパソコン買おうかな。携帯撮ってる。こないだハンディのやつ、ハンディカムかな。SD カードが入らないからパソコン、あー、ハンディカム動画かな。あー、じゃあハンディカムが借りられるならパソコンが必要になるかな、その場合だと。でもパソコンを買ったとしてもハンディカムを買わないといけないからな、今度な。僕は結局ビデオカメラじゃないと無理だよね。ビデオカメラ、要はハンディカム買わないと いけなくなるんだけど、実は下手なハンディカムを買うより iPhone の方が画質がいいっていう。ま、これまたもう全問答だよ。意外となんだけど、ちゃんめぐね、iPhone で動画撮るとね、綺麗なんだよ、これが。あのね、意外とっつうかね、もうこれ結論なんだけどね、あの、5万10万のハンディカムなんかより iPhone の方が画質綺麗問題があるから。そう、だから iPhone の厄介なとこそれなんだよな。万能なんだよな、本当に万能で、そこそこの性能を叩き出してるから厄介なんだよ。だからそれ超えようとすると、俺みたいに30万のカメラとか50万のパソコンとか言い出すんだよ。20万のレンズとか。だからね、でもね、買いたいんだよね。わかるよ。すげえ買いたいんだよね。今は買いたいんだよね。買っちゃいなよ、もう。買っちゃえばいいんだよ。買っちゃいな、今すぐ。もう、10時に家電屋行ってね。うん。いや、iPhone 触ってみ？あってなるよ。だから今日、チャンメグがやることは、ヤマダ電機かなんかに行って、iPhone と Apple のパソコン触ることと、その、ハンディカムとかいろいろ触ってみて、え？ iPhone やばくね？っていうことに気づくことだよね。ありがとう！ロケット花火ありがとう！おはよう！ 6S か。ありがとうね。ロケット花火ありがとう。あー、誰だかわかんねえ。ごめん。また携帯バグってる。ごめんなさい。ありがとう、感謝です、おはよう。 6S か、うん、まあいろいろ触りな。あのでいろいろ触るとね、買った気になって満足するパターンがあんの。うん、おゆうたんおはよう。で、あ、なんか手に入れた気分になって、でそれでもまだパソコン欲しかったら本当に買うべきだし、それでね、満足して帰ったってことはいらないっていうものだから、15万円が他のものに使える。とってもお得なんだよ。うん、あー、店員来るんだ。店員来るんだ。あー、めんどくさいね。うん。店員来ちゃうんだ。あー、ゆうたんありがとうね。私ですって言うなら普通に投げてくれればいいのにね。うん、すぐ来るんだ。チップゲートに問題があった。そういう、もうやめようよ、バッツ。チップゲート、あとね、ちゃんめぐね、これね、もうね、究極の答えを言うけどね、あのね、カメラをね良くしたりパソコンを良くしてもね、ブスはブスだし可愛いやつは可愛いんだよ。もうこれ本当に皮肉な話なんだけど、機材でどうにかなる問題じゃなくて、自分が可愛いやつは何で撮っても可愛いんだよ。でブスなやつはね、もう何やってもブスなんだよ。だからね、もうこれはもう言ってはいけないことだから本当にごめんねなんだけど、だからね、そういう話になってくるよ、だんだんと。まあ、だから、
だからもうね、本当にだってね、石原さとみ一眼レフで撮ろうが iPhone で撮ろうが Android で撮ろうがガラケーで撮ろうが可愛いからね、うん、でしょそういうことになってくる、うん、そう、もうなんだから、じゃあ10もうだからもうダメなんだよ、考えたら負けだから、悩んだら負けの、直感に従って15万握って資生堂とかそのデパ地下で高い化粧品を買ってもいいし、エステに行ってもいいし、パソコン買ってもカメラ買ってもいいし、タダでランニングしてもいいし、ここに来てチャンメグかわいいねって、ユータンかわいいねって、俺だったらもう毎日来たタダで言ってあげるから、何でもありだよ、うん、かわいいよって、うん、大丈夫だよって、今日もかわいいねって毎日言ってあげるから、うん、もう好きにすればいいんだよ、うん、自由だよ、うん、パナソニックのビデオカメラ SDHD8 円ぐらい使ってる、ほうほう、ブルーレイで DVD 編集して入れてる、家庭ならそれで十分、あ、まあ家庭用だったらそれでもう十分だね、うん、いやー大丈夫だよ、大丈夫だよ、楽しめばいいんだよ、そう、なんかホストにね、なんか失恋してホストにその15万かっぱがれても面白いし何でもありだから何でもあり何でもあり、もう本当に好きに好きにすればいいもう身も蓋もない話で申し訳ないけど、なんかアマゾンで買ったら安い、いや楽天だとかなんとかカメラっていうサイトがあってとかさ、さっちゃんいらっしゃい、こんにちは、なんとかカメラとかさ、もうそんなの考えたら頭おかしくなっちゃうから、うん、そもそもブルーレイとね DVD 見て両方ともすげーって言ってんだから普通の人は映画が見れりゃ何でもいいんだから、なんか500万するカメラとかで撮ってんのにDVD ってこんなサイズの画質にしちゃうんだから、もうわけわかんねえよな、映画館のでっかいスクリーンで最高画質で撮れるために映画監督とかキャメラマンとかメーカーが何百万何千万とするカメラ開発して、でっかいところで見てね最高だよって言ってんのに、 DVD のこんな家の家庭のこんなちっこいテレビで iPhone とかで見て、うわーすごいこの映画っつってんだよ、もうわけわかんないよ、もう狂ってるよね、狂ってる。髪なんで染めてます？髪はね、ホーユーだね、ホーユー、ホーユーのねグラマージュっていうのがあるの、ホーユーのグラマージュで検索してみて、うん、あーね、うん、だからさ、もうゲームみたいなもんなんだよ人生は。だからね、冒険すればいいんだよ。うん、ホーユーのねグラマージュでね検索するとね、結構ねいいよ、発色が、色もカラーいっぱいあるから、ホーユーグラマージュでも大丈夫かな、カラーチャートとかっていう風に検索するとね、この色出るよこの色出るよっていうカラーチャート、この商品だったらこれ出るよって、でアマゾンで売ってる、グラマージュで検索すると、うん、買って遅いから高い、ね、俺はねマニパニってさ流行ってるじゃん、さっちゃんでさ、せっかくだったらさ他の人とさ違う色とかにしたいじゃん、でマニパニいいよマニパニいいよって言われるより、なんか自分たちでこうなんかこう検索して別のカラーがやりたくて、で俺が前に付き合ってた彼女がいて、でその彼女がこれ買ってくれてすごく良かったね。朝一行ってみるといいよ、朝一で、なんか朝一行ったらさ、ちゃんめぐがさ家電屋行ってさアップル触って、わーすごいわーすごいわーすごいって、でお金持った感じ、じゃあ帰ろうっつった帰りにさ、カルティエのリング超可愛いっつってカルティエのリングとか買っちゃうんだよ。女なんてそんなもんだから。で、もう家、ね、カル
カルティエのリング超かわいい。カルティエのリングつけてる私超かわいいっつって自撮りすればいいんだよ。うん。わかる。かわいくなったじゃん。なんでもいいんだよ。シャンメグがニコニコ笑うものだったら正解だから。うん。全然 OK。マニバニ色混ぜて使ってみる。うん。iPhone の画面テレビに映したレベルか。そっかそっか。あ、でも、できるじゃん。大丈夫だよ。大丈夫。心配ないよ。全く問題ない。おばさんリスナーにも対応してあげな。今おばさんが気使って遠慮してくれてんだよ。ニンニだけだよ、ズーズーしいのは。いいんだよ、もう。もうね、可愛いとか可愛くないとか、痩せてるとか太ってるとか、ね、一重だとか二重だとか、ね、身長が高いとか低いとか、もうね、もうないから、もう正直。もう、何年やってると思ってんだよ。うん。たかだか所詮人間同士の、なんか人、ホモサピエンス同士の戯れなんだから。おばさんがどうとか、可愛い子がどうとか、ねえよ。今スマホ。俺は今スマホ。普段はパソコンだね。うん。そうだよ。ずうずうしい、ずうずうしくないとダメなの。よく言ったよ、ほんと。言ってやれよ。ズーズーしいぐらいがちょうどいいんだよ。俺がズーズーしいんだから一番、うん、人様から金もらって税金達せんだから、うん、何でもいいんだよもう。わかる、いる、まあね、細かいことを気にしてたらね、生きれないよ本当に。ちまちましてたらダメ。うん、もっとね、ズーズーしく、タフにね、ワイルドに行くよ。そして、女性陣はさらにプラスに、セクシーに行くよ。タフで、ワイルドで、ズーズーしくて、女性陣はセクシーに。それが我々ですから。うん。うん。まあ、基本的にはね、俺は、その、昨日言ってることと今日言ってることが 100% 変わって、しかも俺は、健忘症なんですよ。昨日言ったことどころか5分前に言ったことをすぐ忘れるので、機嫌が良かったら大丈夫です。で、機嫌が悪かったらもう無理だと思ってください。あ、機嫌悪いと思ってすぐ、はい、もう5分10分前に言ったことは僕終わったことなんで、はい、で、気分だけで生きてるんですよ。はい、気分だけです。はい、で、気に入ったらフォロー。あ、カオス。ありがとう。それだけ。うん。いや、カオス。気づけよ。カオス。ありがとう。さすがだよ。さすがだよ。うん。面白いね。足風呂3回あんだ。そっかそっか。いやー。ね。メール送ろうと思ったんだけどね。まあ、そういうことじゃなかったんだと思って。うん、いろいろね、うん。いろんなものが、こう、俺の中を通過していったときに、カオスは結構深く通過していったね。
カオスは分かってたんだなって。え、何？なんで謝んの？なんで謝んの？ワドウさん、ああ、あれ？名前間違い、あのね、名前とかもいいよ。あの、ワドウでも、ワドウでも、ワド監督でも、ゴミでも、ハゲでも、ニートでも。あんまりね、意味がないの。なんでもいいよ。なんでもいい。ここに来て、楽しめばいいよ。自分なりの楽しい方法で。うん、ハゲうるせえわ、ボケ。帰れ。帰れ帰れ。うん。ボワーズが喜んじゃったよ。うん、いやー、面白い。うん。もう60分か。60分か。コーヒーでも飲もうかな。コーヒーでも飲もうかな。タバコを吸ってみようかな。水でも飲んでみようかな。ねえ、楽しかったね。あれ結構ベタベタな擦られたコンテンツだけど、まあ意外と配信者同士やってねえなっていう。北海道とかまだ雪降ってんじゃねえかな。やっと東京はね、春になった感じだね。氷水でも美味しいよ、氷。あのね、水が美味しいんだよ。水が美味しいっていうか、ね、そうなんだよね、水美味しいんだよね。水道水美味しいよ。東京の水道水美味しい。いつからだろうね、水道水飲まなくなったのって。寝る？ああ、いや、もう、過ごした後だよ。アフターだよ。うん、ありがとう。バカ、ありがとう。うん、まあ、いつかね。はいはい、また来て。うん。水道水を飲むのが、ダサいことだって、洗脳されてるよな。なんか、俺がガキの頃とか、喫茶店とかですら水道水出してるところとかあったのに、別にそこに違和感がなくて、で、飲料水メーカーが、水なんて売れねえよって言ってたら、かっこいいやつがボルビック飲み始めたんだよ。外人が。そしたら、かっこいいから真似てみようっつって、ボルビックだの、クリスタルガイザーだの、出た後に日本メーカー全部水出してるもんね。いや、いいんだよ。いいんだよ。そう見えるんだろ？ボアージュは。おい、エクスパンド、いらっしゃい。そう見えるんだよ。好きに見ろよ。エクスパンドは、あれだな。ちょっと、帰ってこないとダメだぞ。帰ってこ、おい、エクスパンド帰ってこい。いつまでお前はそっちにいるんだ。こっちにも帰ってこい。たまには。うん、不思議だな。もう8割ぐらいそっち側に行っちゃってっかな。そっちいんの？わかった。
はいよ。まずやべえよな。そうだな。まずやばいよな。うん。わかるよ。わかるわかる。そっちにいるの。ずっと。そっちが好きだったの。そっちが好きなの。いや、無理だよ。あ、でもね、いつかわかるよ。ニンニ。大丈夫。理解できないものを、いや、わかってっから。わかってっから。そっちが好きなんだろ、うん、いや、理解できないものをね、理解しようとしたらダメなんだって。理解できないものはね、理解できなくていいんだよ。やっとわかったよ。あのね、いいの。なるようになってるんだよ。うん、ググってんのか。そっか。知らなくていいこともたくさんあるし、全部つながってて、知らなくていいこともあって、知るべくして知って、うん、全員正解だよ。全員正解。うん。そう。実は全員正解だから。いや、みんな違ってね、みんないいところの次元じゃないよ。みんな違って、みんないいじゃないんだよ。そういうことじゃなくてね。まあ、いつか知ることになるんだよ。まあ、楽しみましょう。我々は楽しむことにしましょう。いやー、恐ろしいよ。恐ろしいよ。いやー、恐ろしいよ。本当に。本当に恐ろしい。美しすぎる。そんなバカなって。そんなバカなだよ。本当に。いやー、すごかったよ。なあ、夢玉。
あ、そう。おう。私のこと知らないなんてありえない、嘘だって本気で言ってる？はい、おはよう、金魚姫。今日は休み？わかるよ。わかるよ。でもさ、エクスパンドさ、そっちとこっちはさ、あの、あれなんだよ。だから、お前はそっち側にいるんだったら、干渉したらダメだよ。休みか。いいね。スクエア近いんだよ。あの、新宿に本社があるよ。一回カフェ遊びに行ったな。そうだな。出たいな。てか、出たい。出る？いいよ、出ても。出よ。はい、おいで。おいで。楽しい。
ありがとう。うん。うん、楽しいな。うん。爪伸びたね、ペコメ。爪切る？爪結構伸びたね。あ、バッテリーなくなってきた。うん。マックね、マック買うか。ね。マック買うか。そう、そう思ってたんだよね。マック買おう。つながってっかな。そうなんですよ。マック買おう。ん？どうしたの、ペコ。シャちゃん呼んでおいで。ね、いや、すごいよ。いや、すごいよ。すごいし、すごいしね。なんだろうな。すごいよな。ああ、鉄、バカ、ありがとう。ありがとう。いや、すごいよ。みんなすごいよ。みんなすごいんだよ。な。すごい。みんなすごくて、実は。本当に知らないだけなんだよ。みんなすごいんだよ、実は。の能力差とか個体差みたいなものは確かにあるんだよ。能力差、個体差、他に何て言えばいいかな、うん、でもね、実はそんなの大したことじゃないんだよ。みんなすごいから。いいダンスだったね、うん、ありがとう、ジンギスさん、バガありがとう、サンキュー。今の良かったよ。
爪伸びたな。明日切ろうか。爪な。シャーちゃんなんで爪伸びないんだろう。一回しか切ってない。ペコ爪伸びるね。外人だからかな。すごいことになってるよ。捕まえづらいでしょ、それ。切ってあげるよ。切る？うん。うん。ワドさん、映画スタッフ辞めます。あ、本当に？わかった。うん、オッケーオッケー。そこに存在してるものは確かにみんなすごい。悟りですね。あー、思ってたのと違ったよ。爪伸びてるなぁ。爪伸びてるなぁ。おはよう、ホテルパンコさんいらっしゃい。爪ね、切ろうね。うん。捕まりづらいでしょ。なあ、ペコにもシャカも可愛すぎる。いや、可愛くないね、生き物なんかね、多分いないんだよ。そもそもさ、その、ああ、落ちた。可愛くない生物なんて本来いないのよ。本当に。全部可愛いんだよ。爪切り大変なんだよね。うん。そう、全部可愛いんだよ。どんなのも。痛い痛い痛い。そう。全員可愛いよ。うん、あーしな、爪伸びたな。嫌がるんだよね。嫌だよね。でも、爪長いとさ、ペコ、捕まれなくなっちゃうんだよ。痛い痛い痛い。うん。昨日解放に対する扱いを見てから自分やっていけそうだないの。あ、オッケーオッケー、わかったわかった。いいよいいよ、謝んなくていいよ。うん、オッケーオッケー。ね。どうしようか、爪ね。うん。うん。だいぶ伸びたな。痛いって。顔はダメだよ、ペコ。楽しいの、うん、踊り上手ね。踊りダメだってペコ、うん、爪はね、こっちの子は一回だけ切ったんだけど伸びないのね。でもね、多分こっちの子が普通なんだと思う。もう二回ぐらい切ってるけど、もうそろそろ切ってあげないと。4ヶ月に1回ぐらい切ってるかな。うん。嫌がるんだよ。すげえ。うん、なあ、怖いんだよね。わかるよ。そりゃそうだよな。刃物でな。こんなちっちゃい体で刃物向けられたら怖いよね。うん、はいはい。はい、はいはいはい、おやすみね。はい、怖いよな、そりゃ。俺だって怖いよ、こんなでっかいハサミでさ爪切るって言われたら。
通だよ。うん、俺は自分で選定って言って自分で切るね。自分で覚えたやり方で。うん。誰からか LINE ログインされそうになることって結構ある。俺は一回もないかな。なんか、ミスケたまにそれ言うよね。うん。俺は一回もないね。っていうよりも別に俺 LINE そもそもそのログインされても困るようなことないし、全部さらけ出してるから困るようなことがないから別になんかプライベートの情報でも全部さらされても全く問題ないように生きてるからね。むしろ配信ってそういうことじゃん。だからね、多分ぶっ飛んじゃってるんだと思う。そこのネジが。そもそも見られることに何の抵抗もないし、何も隠そうとしてないというか、うん、乗っ取られたらなんで嫌なんだっていうね。あのね、わかるわかるわかるけどね、あの乗っ取られないんだよね乗っ取られないというか、あのそもそも全部見られてるよ。そもそも全部見られてるしね、あの乗っ取られてるとかそういう、ああ何どうしたの、怒ってんの、ダメだよその遊び覚えたら。うん、あのね、大丈夫だよ。あの乗っ取られて困るようなことは実はないから安心していいよ。うん。で、乗っ取られて困るんだったらアカウント作り直したいのよ。で、また繋がればいいじゃん。うん。一回リセットして繋がればいいんだよ。何かがあるなら。うん、大丈夫だよ。うん。うん、なんだろうね、うん、誰かが乗っ取ろうとしてるの。いや大丈夫だよ、今のアカウント使えなくなるのも大丈夫だから、あんま不安に感じなくていいんだよ。あの本当に大丈夫だから、あの大丈夫だよ、大丈夫。あー、あれか、連絡が来るのか、何かがログインしてましたよって。いや、パスワードの認証が来るんでしょう。心当たりはあんの、心当たりはあんの、その相手の。Facebook 乗っ取られたことないな。心当たりはあんの？その、ていうか、その Facebook と同一人物だろ。なんかあんだろ。心当たりが。そいつだよ。ないの？うん。心当たりなくて、じゃあ運がねえんだよ。運がねえんだよ。ついてないんだよ。写真ダウンロードしとけばいいんじゃないの？あのバックアップ取っとくといいよ、本当に消したくないのは。つくぞっつってちょっと面白かった。ミンスケのコメントで今のが今までで一番面白かったな。つくぞっつって
うん、それはそうなるわな、うん、そうなんだよ、畜生なんだよ。一回まっさらにするか、もう乗っ取られる前提で楽しむか。畜生は面白いな、ちょっと。ただついてないんだよ。ロリン、週刊レポートがあります。1日平均2時間35分。ほう、うんと言われたら、あー、うんだよ、うんだよ、みーすけ、うんっていうか、みーすけ、うんじゃない、うんと呼んでるけど違うよ。うんと呼んでるけど違う。あのね、理由なんてないんだよ。すっごく残酷なことなんだけど、理由もないので、意味もないの、ただあるの。嫌な話だろ。でも、もうすごくいいよ。意味もなくて、理由もなくて、理屈すらなくて、ただあるの。悲しいことと同時にものすごく美しいんだよ、それは。そんなもんだよ。本当に。だから考えたら負けるよ。何もないよ。失望ね、うん、失望なのかな、失望なのかな、
えばその理不尽なこととかってあるじゃん。その受け入れがたい現実とかもあるじゃん。そう魔人とかもそうだし、そのいろんなことがあるじゃん。その世界のどこかで何かが起こっててとか。あのね、でも大丈夫だよ。あのそれはね、あの知らない、なんだろうな、ほら、許せなかったりとかさ、こう、許せなかったりとか、なんでこんなことがってあるじゃん。とか、その、嘘だろうとか、あのね、なんて言葉にすればいいんだろう。そんなんじゃないから、いやそういうことじゃない。大丈夫なんだよ。大丈夫だよ。そんなんじゃないから。そんなね、甘っちょろいもんじゃないから。もっとね、すごいことになってるから大丈夫だよ。狂ってるとかそういうことでもない。大丈夫だから。よく言ったもんだよな、本当に。この世は幻だって。釈迦は、この世は幻だって。もう一回あれだな、仏教書読もう。もう一回釈迦に会おう。おはよう。こんにちは。今日はお仕事ですか？おはよう。なんか、すごくシンプルだよね。すごくシンプル。
ダメだなぁ、もう2時間経っちゃってるなぁ。寝れっかなぁ、これ。寝れるかなぁ。どうする。どうしよう。どうする？寝ようかなぁ。おはよう。どうすっかなぁ。どうすっかん？朝起きて外見たらびっくりした。なんで？なんでびっくりしたの？なんで？雪積もってた？うん。雪積もってた？これは雪降るよね、うん、雪だるまでも作っちゃう。ああ何か沖縄のおじさんが初めて東京に遊びに来た時に、俺子供の頃だったんだけどさ、沖縄だから雪降らないわけじゃん。でそのおじさんが来た時、雪を見た時に子供みたいにはしゃいでたな。高光、雪かこれって言って、雪だよって言って、これが雪かって言って、冷たいなって言って、こんなに綺麗なんだって言って、うんって、寒いから帰ろうって言って、いやもっと触りたいって言ってさ、ずっと沖縄にいて雪見たことない人からするとそういう感じなんだろうね。琉球、うん、これが雪だって
だから捉え方なんだよね結局ね雪降って嫌な気持ちになったり、雪降って嬉しい気持ちになったり、雪降って普通だったり、面白いよね。ただ雪が降ってるだけなんだけど、そこにはドラマがあるんだよ。なるほどね、あ、でも東京も今日寒いよ。こっちも寒い。肌寒い。少しね。本格的な冬じゃなくて、春から逆降りした感じだよね。やばい。ああ、まあ、寒い方なんだろうね。すごい寒いんだろうね、今日は。ものすごい寒さなんだろうね。でも雪は降るよ、でも雪は降るよ。2年に1回、3年に1回で1日で終わるもんね。2日降らないもんね。2日降らない。なんで帰らないの？どうした？帰れない理由があるの？
ああ、関東の空気。まあでも千葉とかだったら比較的綺麗なのかな。東京はまあありえないかな。東京は汚いだろうね。うん、関東、茨城とかだったらまあ関東だけど、まあ、あれだよね。ああ、横浜はまあ都会だからな。横浜は都会だからな。それに比べたら全然空気が違うもんな。まあでも一緒だよ。関東に住んだら空気は汚いのと、北海道の雪降って寒いっていうのは多分一緒だよ。多分一緒。沖縄行ったら暑いっていうのと一緒だよ。そうそうそう。一緒一緒。うん、だから、そういうことなんだよ。そもそもそういうもんだからな困ったもんですな。困ったもんだよ本当に。そもそもそういう風になってるんだよ。なんでか知んなんでか知んないけど、風邪ひ、ああ、じゃあ、体は強くなってんだね。免疫が上がってんだな。だから、そうなんだよね。失うものだけじゃないんだよね。同時に得るものも必ずあるんだよね。東京に住んだら、息苦しくて、家賃高くてお金かかるけど、便利で、安全で、とか、何でも変えてとかあるし、でも空気は汚くてっていうデメリットがあって、で、寒いところ行ったら、でもご飯美味しくて安くて、空気は綺麗で、人は暖かくて、みんな元気に挨拶して、でも、寒いんだよ。で、今度は暖かいところ行ったら、ねえ、あったかくて、青くて、空が、綺麗で、陽気で。でも働かないんだよ。でも、米軍基地があるんだよ。だから、そういうことなんだよな。いや、そういうことでしょ？そうそうそう、絶対に手に入ってるものとめんどくせえところが必ずあるからな。
でもね、なるようになってるから。そんなに心配しなくていいよ。うん、そんなに心配しなくていい。そろそろ寝ようかな。じゃあみんなおやすみ。そろそろ、ああでもまだあと7分だけ、7分っていうか6分だけ喋ろうかな。まあ、まあまあまあ。まあまあまあ、何かしたいなとかね、どうなったらいいのになとか。どうなったらいいのになーとか、なんでこううまくいかないんだろうとか、こうであるべきなのになーとか、そういうことじゃなかったんだよね。そもそもそういうことじゃなかったから。何だったんだっていうね。うん、そうそう。そういうことじゃないのよ。あのもう、あの、そう、なるべくしてなり、なるべくしてなって、苦しんだり、喜んだり、悲しんだりして、答えみたいなものを、誰かのテキストを言ってるんだけど、そのテキストを書いたやつが実は分かってなかったりして、でも分かってるやつは、実は、ほとんどがあの世に行っちゃってて、っていう皮肉なゲームなん、ゲームですらないんだよな。だから大丈夫だよ。だからみんなが思ってる不安とかね、みんなが思ってることとか、みんなが感じてることとか、全部大丈夫だよ。うん、大丈夫。うん。
そんなことじゃないんだ。理由もなければ意味もなければ、ただ残酷なほど美しくそこにいるだけだから。うん、本当に、いやーこちらこそ理由もないし意味もないし、残酷なぐらい綺麗だし、残酷なぐらいあったかくて優しいんだけど、ただそれだけだから本当に、ただそれだけだったんですよ。だから考えてもいいし、考えなくてもいいし、悩まなくていいよ。悩まなくていい、大丈夫。辛いこともあるし、理不尽なこともあるように見える。でも大丈夫。やっとわかった。うん。うん、本当にね、うまくできてるというか完璧ですから、とんでもなく完璧ですよ。だから楽しんでください。じゃあ俺寝るね、みんな。おやすみ、お疲れ。また明日ね。明日になるかどうかわかんない。おやすみ。